旅を記念し、荒尾駅の一日駅長に委嘱申し上げます。平成27年11月17日九州旅客鉄道株式会社荒尾駅長田中智明。皆さん、タンゴガラスの皆さんです。今日はですね、ゆいちゃんが代表して、食事を、受け取りました。